こんにちは。お世話になってます。私あげとくから3人分100円入れとくね。やった方がいいよ。そう、それじゃ来ちゃね。はい。そうそう、本当ちょっとやばいよ。あれ、瓶で飲ませてるけど、私は、たぶん彼さ、普段重たいもの持たないじゃん。でも私、最初の頃痛くなった。お腹すいてってもらって、早くそばに行かないと。ゆうだって食べないじゃん。
食べる、お腹すいた。だって昨日のことよく思い出して、本当にびっくりした。2切れでいいって言ったのにさ、半分よこしたでしょ。私もさ、なんか自分のさ、大盛りしたことすごく後悔したよね。一生来たでしょ、あれ。普通に頼んでしやすいよ。うん、うん、夜何食べる。でもさ、ゆうさ、昨日さ、夜何そんなにいっぱい食べた、食べなかった、食べた。間違えた、傾斜みたいな。いやでもね、そうそう、だからそのアイディエの、うん、そう、昨日意気込みと話して、その更新するしないの話をしてて、うん、なんでっていうかさ、なんかさ、前いたさ、あの人さ、いなくなってさ、結構良くなったって言ったじゃん、話をしたから、うん、で、それでさ、天野様、はい、今さ、なんかさ、あのさ、またさ、ちょっとさ、憂鬱なさ、ある、なんなんだ、可愛いんだ、お得7番目。そう、すごいじゃん。でもその前に、でもその前にさ、6年。ねえ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 。上に行く。さ、こうなってんのもさ、あんまり好きじゃない。わかる、それ嫌い。これめんどくさい。なんかすぐさ、パッてできないのが、私はあんまり。なかったんですけど。私の好きなバッグをおそろで買ってきた。で、もう一個買ってきたの。花柄のやつが、ここ、だから四角いさ、ステーディオのやつになってるのがいいの。ステーディオもあの、一個大きいさ、ガッチリのやつあるじゃん、今、ビニールみたいなやつ。金具が黒っぽくなっててさ、ガッチリのさ、生地にビニールコーティングされてるよ。ガッチリ、何それ、ビニールコーティングされてる。本当にさ、家からもう出てきましたって感じ。だいぶすぐ上がっちゃうね。ピンクも持ってなかった？こっち。あ、これ持ってるよ。なんでそんなにそれ持ってるの？アメリカで買ってきたの。うん。1個壊れてる。